筋肉。私たちの体には600以上の筋肉があります全体重の3分の1から1 2分の1を占め結合組織とともに体を一つにまとめ支えそして動作を助けてくれますたとえ筋トレがあなたの趣味でなくとも筋肉は常に意識されていなければなりませんなぜならあなたが日々どのように扱うかで筋肉が成長するか衰えるかを決めてしまうのですからあなたがドアの前に立って目の前のドアを開けようとしています あなたの脳と筋肉は、この動作を行うためににしっかりりと準備ををを整えていままます。す、ま。ず脳が腕の運動ニューロン信信号を送ります信号送受けるとニューロンが発火し筋肉を収縮・主観させ腕の骨を引っ張り必要な動作を引き起こします必要な動作が大きいほど脳からの信号は増えより多くの運動単位筋繊維と運動ニューロンが強調し目的の達成に努めるのですでももしそのドアが頑丈な鉄でできていたら 腕の筋肉だけけでは、ドアを開けるのにそんなとき脳は他の筋肉に協力要請を出すのです足を踏ん張りお腹に力を入れて背中を引き締めてドアをこじ開けるのに十分な力を生み出すのです神経システムは持っている力をうまく利用し他の筋肉を使って目的を達成しましたそしてこの動作が行われている間筋繊維では細胞単位での変化が起こっているのです 筋繊維には負荷がかかることにより微視的なダメージが与えられます。この場合は悪いことではありません。これに対し傷ついた細胞はサイトカインという炎症性の分子を放出し、免疫システムがダメージの修復をすることを促します。これこそ筋肉の成長のマジックなのです。筋組織へのダメージが大きければ大きいほど、さらなる修復が必要になってきます。このダメージと修復の繰り返しが 筋肉を大きく強く成長させていき、やがてより難しい要求にも応えられるようになるのです。私たちの体はすでに日々の動作には慣れてしまっているので、日常生活では筋肉の新たな成長を促進するほどの負荷はかかりません。ですから、筋肥大と呼ばれる過程により、新しい筋肉を作っていくためには、 今ままで以上の負荷を筋細胞に与えななくてはなりません実際何らかの抵抗を与え続けていないと筋肉は痩せ細っていく筋萎縮という過程に陥ってしまいます。反対に遠心性収縮とも呼ばれる特に筋肉が伸びている間に強い負担をかけることで筋肉を効果的に成長させる状態を作り出すことができます。とはいえ筋肉は負担をかけるだけでは成長できません。 適切な栄養素ホルモンや休養がなければ体はダメージを受けた筋繊維を修復することはできません食事から摂取するタンパク質は新しい筋組織の素材をアミノ酸の形で供給することで筋肉量を維持しています十分なたんぱく質を摂取すればインスリン用成長因子やテストステロンなどの体内で生成されるホルモンと相まって体は筋組織が修復成長される状態へと変わります この大事な修復作業は、休養時、特に夜寝ている間に行われます。性別や年齢も修復メカニズムに関わってきます。テストステロンの多い若い男性が他の人と比べて筋肉をつけやすいのはこのためです。遺伝的要素も筋肉の成長に一役買っています。中でも筋肉のダメージに対して強靭な免疫反応を持ち、素早く筋繊維の修復を行うことができる人は、より筋肉を成長させやすい可能性を秘めています。 体は与えられた要求に応えるようにできています負荷をかけ、しっかり食べ、休むそれを繰り返すと筋肉を強く大きくできる状況を作ることができるのです筋肉の成長は人生と同じです有意義な成長には挑戦と負荷が必要です自分自身に挑戦し続けたいですかこのチャンネルに登録することにより始めてください新しい学びのチャンスを決して見逃さなくなります